これがパフォーマンス？パフォーマンス自体があちらの77年にちょうどスタイラウェイポスターがあったのが77年に行ったもので、黄色いポスターがありますので、黄色いポスターからその下に78年に行った。この番号はやっぱり一家の順番にあるわけですかね。じゃないでしょうか。今回は展示場を見てもお分かりになるように、モニターで、淡津先生が70年代の後半ですね。77年、8年、9年ですかに、いわゆるパフォーマンス、つまりそのグラフィックデザインの、発表と同時にご自身の身体およびその行為を使って、表現されたパフォーマンスを行ったその記録映像もしくは記録写真というものがその第1回のシリーズで重要な、出品作になっている。そこでこのパフォーマンスに絞ってですね、なぜ、身体表現か行為表現かという、ところの関心から私がフィールドワークとして長く追ってきた現代美術の中においても出てきた身体表現とも重ね合わせながらちょっとおしゃべりできるかなと。